騙された人たちは反省だけでなくちゃんと義務があるんです。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。最短駆けつけ2時間特殊清掃遺品整理。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきましょう。動画内容をまるまる信じないように注意してください。本日の話題は2024年トップの女詐欺師と言われております蓬莱蓮華についてでございます。以前霊感商法についての動画をアップしましたところ、来るわ来るわ被害者の数がえぐいです。そして届きました DM や詐欺コムのコメント欄を見てみますと、被害総額はえらいことになっています。僕も驚いたのですが、一人で2000万以上もぶっこんでいる方もいるようで、もういい加減に気づいてほしいなと、僕からするとめちゃめちゃ悲しいんです。未だにまだ信じている信者がいるそうですので、一体どこまで頭がお花畑なんだと嘆いております。何があったら目が覚めるんでしょうか。1、2発全盛期のマイク・タイソンのパンチでも受けないと正気に戻らないかもしれません。ここまでわかりやすくパーフェクトな霊感商法もなかなかないんですが、なぜそれに気づかないのか。とにかくまずはマカロンを読んでいきましょう。以前霊感商法の動画で取り上げてからいろいろな動きがあったようで、何名かのウォッチャーの方が僕に報告をしてくれますので、全て紹介させていただきます。先生、蓬莱が高額納税していると自慢していますが、スピ詐欺の収入しかないので、それだけ高額詐欺しているということなのに、バカなやつ。詐欺師なのに、詐欺師扱いまでされたと言っています。明らかに悪人顔なのに、ライブで人相悪と言ってましたので、ぜひやってください。先生の使っている蓬莱画像はかなり前ので、今はデブですので、今の画像でずうずうしくも本人は美しいと思っている。きっと騙したら騙した養分だけデブるんですね。お願いいたします。次、先生やりました。旧統一教会が敗訴しました。ほぼ認知症だった女性から無理やり献金させ、返金はしないと念書を書かせていたそうです。最近のスピにハマった人たちも取り返せるようになるといいですね。でもまずお金を払うのがあかんよな。蓬莱蓮華に330万円払った人間も裁判を起こしてほしいです。次、蓬莱蓮華逮捕、逮捕です。人を騙し高額スピを行い、信者を味方につけているふりをしてお金を吸い上げる。ちょっと納得いかないことがあるとライブで相手を袋叩きにする。最低な女、宇宙の根源ヒーリングで何十万も吸い上げ、ブランド生活満喫。信者を騙しています。ただのスナックのママだった人、警察国税に訴えましょう。次、蓬莱蓮華ですがライブで断捨離していると言ってました。どれくらい捨てれるかと、返金せずに急いで海外へ逃亡するつもりかもしれません。次、蓬莱蓮華さん、ケンケンさんに情報提供した犯人探しやってますね。以前も何か揉めて弁護士立てて解決したそうです。自分でそう言ってました。そこまでやる必要あるのかな。悪いことしてなければもっと堂々としていればよいのに。これからの自分の結末をタロットで占ってみればいいのになと思いました。次、蓬莱蓮華取り上げてくださってありがとうございます。昨日蓮華がたまたまケンケン TV を見てしまったようで、はぁ、どういうこと。お金の価値はその本人が決めること。概要欄に金額提示してるし、それを見て客が来るんだから詐欺じゃないよとかほざいておりました。視聴者を集めて会費が10万だったかな。月1ぐらいでホテルを貸し切り、10名ほどでお茶会を開いておりますよ。また取り上げてほしいです。次、昨日の補足です。蓬莱蓮華、昨日突然過去の動画やライブ約3000本のバックアップをしてくれる人を急募するとライブで告知しました。 100×約3000本で約30万円支払うとのこと。これはケンケンさんに動画で言われたことでアカウント番を恐れ考えたのかなってちょっと思いました。蓬莱蓮華、動画で言われたことものすごく気にしている様子です。最後もう一通。先生、蓬莱蓮華の特集動画ありがとうございます。やばいと思ったのか価格を削除しました。先生を批判しているライブも1ヶ月2万4000円のメンバーにならないと閲覧できなくしました。悪いことをしていない、やましくないなら隠す必要ないですけどね。蓬莱が人相悪やってくれたらよかったのにと言ってましたから、詐欺で養分蓄えデブになった今の画像で、ぜひ悪人の蓬莱人相悪やってください。よろしくお願いいたします。何しろ被害者の数が多いのでマカロンもまだまだ届いておりますし、詐欺コムにも詐欺報告が止まりません。こちら当社が挙げた蓬莱蓮華の記事ですが、一つの記事に僕が台本を書いている時点で185件ものコメントがついています。185分の185全部が批判コメントです。2件だけご本人の自作自演か信者の書き込みがありましたので、もちろん表示させておりませんし、きっちり IP を取得して弁護士に開示請求をお願いしています。先日の夜の動画で話した通りですね。アホすぎて呆れます。今回はおそらく令和の女性ならばナンバーワンの霊感商法人間蓬莱蓮華について解説していきますので、皆さんも何卒通報の協力お願いいたします。概要欄に詐欺コムの蓬莱蓮華の記事が貼ってあります。一人一人の通報で警察や国税を動かしましょう。
僕も長年霊感商法のやつらと戦ってきましたが、ここまでわかりやすくズーズーしいのは初めてです。何度もこのチャンネルで解説していますが、霊感商法は非常に逮捕されにくい部類の詐欺ですが、ここまで行くと警察も動いてくれるのではないかと期待しています。つまりこの宝来殿下はガードがゆるゆるなんです。頭が良い人間がバリバリに予防線を張っていたら令和6年絶対に霊感商法は捕まりません。しかし下手すぎたりやりすぎている場合は話が別。それが今回の件です。まずはいかにひどい霊感商法なのかから話していきますので、今日も最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、ザ霊感商法。項目2、宝来殿下の根付け。項目3、客が納得している。項目4、まず被害者を警察に行けの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、ザ霊感商法です。僕は今まで霊感商法をやってる輩とずっと戦ってきました。 YouTube やる以前どころか20年くらい遡ります。西中島のおっさんや京都の企業舎弟の N 先生など、今までメンバーシップ配信ではやり合ってきた話をよくしております。あとはスギライトでガンが治ると断言していた大阪のおばはんとかね。皆さんの生活にはなかなかないであろう経験、霊感商法の人間との対峙をしてきました。スギライトのおばはんは僕の相談者様が録音の音声を取っていたのでガチガチに詰めれましたが、その他はまあまあ大変です。当たり前ですが霊視や霊能力なんてものはこのように存在しないんですが、向こうはあると主張してきます。まあそれでもなんとか戦わないといけないんです。しかし先ほども話しましたが、防御力が高い人間はなかなか尻尾をつかめないんですよね。自分がそういう能力はないという言質を本人から取れれば早いんですが、向こうもそこが生命線ですから絶対にそこは認めません。僕は見えているんです、あなたが見えていないだけでは、的なことをほざきます。昔の柳川組の柳川二郎が行っていました。ノコギリで脅せば白状するかもしれませんが、あまり言いすぎるとこっちが脅迫で捕まりますから、そういうことはできません。ですから今の日本の法律上、なかなか自白させるのは厳しいです。霊感商法というのはないもの、嘘の効果なのでお金を取るのが霊感商法です。つまり神社の水子供養なんかも厳密に言うともちろん霊感商法にあたります。しかしそれがまかり通っているのは価格です。これは霊感商法だけではなく他の詐欺もそうなんですが、詐欺というのは金額が大事になってきます。少し説明しておきましょう。詐欺罪は他人を欺いて財物や財産上の利益を不法に取得する犯罪です。日本では刑法第246条に規定されており、詐欺罪を犯した者は10年以下の懲役に処せられます。この規定により詐欺行為が発覚した場合、加害者は法的に厳しく罰せられます。詐欺罪の基本的な刑罰は前述しましたように10年以下の懲役ですが、詐欺の被害金額が大きい場合、裁判所は重い刑を科す傾向があります。特に詐欺によって大規模な損害が発生した場合、加害者に対する懲役年数が増加することがあります。刑期だけの話ではなく、詐欺の被害金額が大きい場合、検察が厳しく起訴する可能性が高くなります。検察は社会的な影響や被害者の数、被害金額の大きさを考慮して起訴するかどうかを決定します。金額が大きければ大きいほど起訴される確率も高くなるのです。また詐欺による被害金額が大きい場合、社会的な注目を集め報道されることも多くなります。大規模な詐欺事件は社会全体に大きな影響を与え、法改正や対策強化のきっかけになることもあります。と、このように詐欺の一つのポイントは金額の高です。一概には言えないのですが、今までの僕の経験上、霊感商法はまあ10万円以下の場合はなかなか警察も動きません。占いやパワーストーンもそうです。その額を超えていて被害者数が多かったりすると少しは動いてくれやすくなります。あの平成の霊感商法の女王細木和子でも、占いそのもので3桁万円を取らなかったのはそういう意向があります。ですから細木和子は墓石屋さんと組んでパチンコの3点方式のような形で大金をせしめたわけです。ここでは軽くしか触れませんが、相談者がうまくいかないのは先祖をちゃんと供養していないからという体の話をします。供養するためにはきっちりとしたお墓が必要だと言います。細木和子が墓の層、墓層を見てデザインをします。それを作ってくれるお墓屋さんを紹介する。相談者はお墓屋さんにお金を支払う。お金を受け取ったお墓屋さんがバックマージンとして細木に払う。ここまで入り組んだやり方にわざわざしていたのは霊感商法対策に他なりません。あの陰謀強欲ババア細木和子でさえ、あまりにも大金すぎる額を直接本人から取るのは避けていたんです。まあこの動きは非常に賢く、平成で最も霊感商法を行ったであろう細木和子が刑事事件で捕まっていないのは、この防御力の高さとずる賢さがあったからです。では宝来殿下はどうでしょうか。長くなりましたから一旦区切りましょう。それでは次の項目です。そ
下げ込む項目に蓬莱殿下の値付けです。全項目を踏まえまして、蓬莱殿下はどのような価格帯をつけていたのか、じっくり皆さんと確認していきましょう。はい、こちらやりすぎですね。無と有のヒーリング330万円から、宇宙の根源ヒーリングセミナー初級中級編330万円、宇宙の根源ヒーリングセミナー上級編330万円。はい、場所によっては一戸建てが建てれますね。そしてヒーリングって何ですか？上の方には遠隔ヒーリングを受けることができますと書いてありますが、そんなものこの世に存在しません。ゲームの中だけですね。サギコムに書かれましたコメントを見ていきますと、3時間で330万か。もう一つのコメントを確認しますと、ありえない、遠隔ヒーリングと称してただただ寝ててくださいという詐欺師、いつから始まるのかと聞いたら、だから寝ててくださいってという具合に、まあいわゆるお金の取り方が雑なんですよね。細木和子を尊敬している割に頭がよくありませんから、何をどうすると捕まるかが分かっていないんです。宇宙の根源を分かっているはずなのに。はい、こちらの書き込み、ババアのライブさっき見てたけど、こうか、この漢字読めなくて笑った、マジっすか。視聴者もお察しのレベルのリスナー、風も読めなかった。あと津軽三味線を津軽三昧線って読んでいたのはびっくりしたとコメントがありました。おかしいですよね。宇宙を分かっている大先生が小学生が習う漢字も読めないなんて。津軽三味線読めないのは、まあまあ社会人としての最低限の知識も身につけていないんじゃないでしょうか。でもおかしいですよね、こちらのコメント。蓬莱大先生が使えると公表されているこの数々の特殊能力、霊感霊視、未来予知、オーラ鑑定、波動修正、前世診断、九星気学、風水、生命判断、遠隔ヒーリング、スピリチュアルリーディング、あれれ、これだけ使いこなせるのに津軽三味線が津軽三昧線と読むのは不思議じゃない。まあこんなのに引っかかってるのもダメです。ちゃんと人を見ていないといけません。このあまりにもひどくかつずさんな霊感商法、逆になかなか見ません。しかし本人は言い分があるそうなんです。それでは次の項目です。項目3、客が納得しているです。大体の学力と IQ は全項目の説明で分かっていただけたと存じます。そしてこれを霊感商法じゃないと言い張る人間が2人だけ世の中にいてます。それは大先生と娘です。詐欺師は詐欺を認めませんからね。項目2でやっていること、取っている金額を見せたら、2023年時点で日本の弁護士数は約4万4000人中4万4000人全員が霊感商法と言うでしょう。しかし蓬莱殿下大先生の言い分はこうです。客が納得して払ってるから詐欺じゃない。さすがの頭の悪さです。ズバ抜けていますね。詐欺を一切分かっていないようです。それはどの詐欺も客側は支払い時は納得してお金を出します。屋根のリフォーム詐欺であろうが、ポンジスキームであろうが、オレオレ詐欺であろうが、自分から振り込むわけですから、支払い時には自分が騙されていると気づきません。納得していなかったらお金は払わないでしょう。その後騙されたと気づくから詐欺になるんです。大先生はこの世に存在しないヒーリングというのをあると思い込ませて、客にお金を振り込ませているだけ。納得しているのは口車に乗せられているからですよ。誰がどっからどう見ようが霊感商法、そして霊感商法は詐欺です。大先生が決める問題ではなく、司法が決めるものです。先生は認めたくないからそう言い張ってるだけで、自分では分かっていますよね。こちらの価格表、僕が以前の霊感商法の動画を出すまでは堂々と YouTube の概要欄に記載されておりましたが、僕が動画を出した後削除していますよね。なんでですか？後ろめたさがあるから消したんですよね。消したという事実は、それを自分で霊感商法だと認めたということです。そもそもやましい気持ちがなければ、誰にどう指摘されようがずっと掲載させておけばいいじゃないですか。僕みたいな一回のおっさん YouTuber に何を言われても平気でしょ。大先生は詐欺コムのコメント欄で見ましたよ。蓬莱大先生は未来が見えるって。あれれ、未来が見えるのならば、僕が動画をアップする前に消しておかないとおかしいですよね。未来が見える人間が後手後手に回ることはありえないんです。大谷翔平選手も水原一平の賭博に関わっていたとか、マミコ夫人が悪い人間で悪霊がついていて大谷選手が破滅に近づくとか、未来が見えてるだけではなく、自分の思いつきで適当に喋っているだけですから、そういうのを簡単に信じてはいけません。あと僕に作った元信者を探し回っていたそうですが、そういうのもわからないとおかしいんじゃないですか。今まであなたが会った人の中にいてるわけですからね。それすらわからない人間が何を見通せるというんでしょうか。こういった僕が動画を出した後に必死に火消しに回ろうとするのは詐欺師の特徴なんです。ラスト陰陽師も学校の価格隠しましたよね。流水車もパワーストーン消しましたよね。それをやった時点で自分で自分のことを詐欺師ですと証明したようなもんです。いちいち僕に言われたから。例えばアマゾンで販売している商品が値段の明記を削除したりしますか？しないですよね。
大先生の行動が全て認めている。さあ追い詰められてきましたね。因果応報の動画の中で僕はこう言いました。因果応報というのは全員に発動されることはない。発動しやすい人間は目立っている人間、困っている人や悩みを抱えている人、弱っている人たちから大金を騙し取ってブランド品まみれのいい生活をしていたら発動しやすくなるんですよ。これって宇宙の根源の法則に入っていませんでしたか、大先生。申し訳ございません。僕のような何の能力もない人間が宇宙のことを口にしてしまって。それでは最後の項目です。鍵込む項目4、まず被害者を警察に行けです。僕らもできる限り警察や国税などに通報します。そのために詐欺コムにも専用ページを作りました。概要欄に貼ってありますから、皆さんも通報協力をぜひともお願いします。しかし本当に気合を入れていかないとダメなのは、この宝来殿下にお金を取られた張本人たちなんです。しかし今まで見てきた僕の傾向で語りますと、案外お金を取られた人たちってカッコつけたがるんですよ。お金を取られたのは自分のせいですから、もう取り返すのは諦めますとか、勉強代にしておきます、今後の戒めにします的なことを言うんです。このカイジと一緒です。賢明ぶってステディぶってというやつですね。ちょっときつい言い方をさせてもらいますけど、僕からするとふざけるなんです。そもそもこういったしょうもない低レベルな霊感商法に引っかかって、宝来殿下やその娘を調子づかせたのは誰のせいですか。バカみたいな大金を使ったから第2第3の被害者がどんどん出たわけです。ですから騙された人たちは反省だけでなく、ちゃんと警察や弁護士の元に行く義務があるんです。そういうのめんどくさいと考えているから、もうお金返ってこなくてもいいですがという考えになるんですよ。これ以上新しい被害者を出さないためにも責任を持って今すぐ行ってください。必ず。僕たちが通報するより詐欺に遭った本人たちが行く方が警察はより動きやすいんです。確かにね、調書を取られたり、その時の領収書とか振り込んだ明細持ってこいとか、証拠のラインがありますかとか、いろいろと聞かれるから手間や時間は取られます。しかしトラストリテラシーが低く、やすやすと引っかかってしまったからこそ、次の犠牲者が出たとお考えください。こういうので、騙し取られたお金がこの世で最も無駄で死に銭ですから、意地でも取り返しに行ってください。ここまでガチガチの霊感商法ですと、相手がお金を持っていた場合は取り戻せる可能性は非常に高いです。ですからこの動画を見た方、まだ少しでも信じている信者の方も見ているかもしれませんが、100% 間違いなくインチキのペテンですから、そこも理解してください。これぐらい茶番のヒーリングとか 0.2 秒で見抜けないといけません。そんなものはありませんから、そのあたりも分かっておかないと、また別のスピチューバーとか霊能者の養分になります。お金は大事にしてください。スピリチュアルや占いなんかに使うんでしたら、美味しいものを食べた方が1万倍マシです。そしてマカロンにもありましたが、この大先生は逃亡するかもという情報が詐欺コムの記事のコメント欄にも書かれてあります。詐欺師の行く末なんていうのは逮捕か逃亡の二択ですから、その可能性も大いにあるでしょう。今はドバイに逃げるのも定番ですからね。トケマッチの人間なんかも言っていました。海外に逃げられてしまうとやっぱり追いかけづらくなりますから、被害者でない視聴者の皆様も概要欄の詐欺コムの記事に各部署への通報手順が載っていますから、何卒協力をお願いいたします。そして実被害者、少しでもこの宝来殿下にお金を使ったことがある人は、その責任として必ず警察に行ってください。それだけは大人として絶対の責務であることを理解してくださいね。はい、ということで今日は令和ナンバーワン霊感商法おばさん、宝来殿下について話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。詐欺被害者を減らし、詐欺をやっている人間を共有する詐欺師撲滅サイト詐欺コムを立ち上げました。詐欺コムでは詐欺師の情報を随時募集しておりますので、どうぞ投稿フォームより通報の協力をお願いいたします。最新の詐欺師の情報を共有して、新たな被害者を生まないような仕組みを作っていきましょう。また詐欺コムでは、詐欺に引っかからないようにするトラストリテラシーを上げるためのセミナーの開催や、デバンカーやマジシャンによりますレクチャーノートも販売していますので、いつも騙されてしまうまだ防御力が低い方は一度サイトを覗いてみてください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。